皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の地理、今回は時差から時刻を求める、この問題の解説をします。世界の標準時、この基準となる線、本初子午線、イギリスのロンドンを通っている経度0の線でしたね。そして各地、各国ではその地域、国の標準時を決める標準時子午線というのがありました。その経線の経度の差、これを15で割ると時差が分かるんでしたね。で、日本の標準時子午線、これは統計135度の線、この線ですね。この線は兵庫県明石市を通っている、経線です。では問題に移っていきます。時刻を求める問題の時にはこのように時計の絵を描いておくと、時刻が求めやすくなります。括弧1、日本が5月26日午前6時の時、正経75度のニューヨークは何月何日の何時ですか、とこういう問題ですね。ここでは日本は本初子午線より東、ニューヨークは、こちら側になるんですけど、日付変更線をまたがないのでこちら側からこちらねに行って、75度の位置にあります。で、東経と西経の時差を求めるときにはそれぞれの経度を足し算しましたね。日本は135度、ニューヨークは西経75度ですから、これを足します。そうすると210、日本とニューヨークの経度の差、これは210度です。この210度を15で割るとこれ14になります。日本とニューヨークの時差14時間ですね。日本はニューヨークより東にあるので時間はニューヨークに14時間進んでいると。逆を言えばニューヨークは日本より14時間前の時刻だということです。日本が5月26日の午前6時ですから、ニューヨークは、この時間より戻っていけばいいんですね。14時間戻るということです。では戻っていきましょう。今日本は6時ですね。午前6時です。朝ですね。では1、2、3、4、5、6、これを超えると前日になりますね。7、8、9、10、11、12、13、14と前日の午後4時ということが今分かりました。ですからニューヨークは前日ですから5月25日午後4時こういうことが答えとして出てきました。では括弧2です。統計45度のバグダッドが3月12日午後9時の時、日本は何月何日の何時ですか、とね、こういう問題です。統計45度ですから、この辺りですね、この線になりますね。45度、日本は135度なので、ここからここまでが経度の差ということです。統計同士では引き算をしてその差を求めました。ですから日本の135からバグナットの45度を引きます。で90と出て90度ね、
この経度の差があるわけですね。この90度を15で割ると6と出て、日本とバグダッドの時差6時間ですね。バグダッド、日本より西にありますから、日本より時刻は遅れていると。逆を言えば、日本はバグダッドより時間は、時刻は進んでいる、こうなります。で、バグダッドの時間が3月12日午後9時ですから、日本はそれより6時間進んだ時刻ということになりますから、ではこの時計を使って6時間進めていきましょう。9時ですね。9、10、ね、1、2、3。ここで次の日になります。4、5、6。翌日の朝の3時、翌日の午前3時が日本の時刻なので、3月12日の翌日ですから、3月13日、ね、朝ですから午前3時。これがこの問題の答えになるわけです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。